が増えています。ご注意ください。そうだぞ。どっちだよ。あ、こっちだ。何あのミカみたいな。大きいみかん。あれだ。あった。落ち着いた。あのおじいちゃん何あのみかん。うちのお母ちゃん喜びそうなこんなみかん。発射の水だった。こんなでかい。あれか。角島大橋です。お、綺麗。はい、角島大橋に来ました。あ、ここなんかあるよ、食べるの。広島ジェラート。ここじゃねえ。まもなく左方向です。行くよ。はい。また戻ってくるからそこで来とる。はい。先に行くだけ行かないと。左方向です。はい。角島大橋。来たよ。角島大橋来たよ。よし来た。角島大橋だよ。ゆっくり行くよ。おお、綺麗だね。手入ってるよ。上だよ上。まだだ。まだだ。まだいいよ。じゃあ私が運転してあんたも隣取る？帰り。あ、そうだね。それがいい。その方がいいでしょ。それはいい。あ、でもいいよ。帰り道だから。夜だから、夫婦。うん。だから昼なんか食う。行くの先に何かあるの？灯台だよ、角島灯台。あの、Uターンするとこにいっぱい駐車場あったり。あったよね。あったよね。あそこ行こう。何このハートみたいな。
幸せなモニュメントあるんだって。やった来たんだもん、せっかく。やった行かなきゃつまんねえぜ。あ、あれだ。そうだ、俺も来たのに、ここまで来たのに U ターンして帰っちゃったらつまんねえぜ。最後までみかん売ってんの。最後まで行くよ。ここはぐるっと回ってなんぼだもん。そうだよ、ドラマ6。これ写真撮ろうぜ。いいよ。ちょっと待って。お店撮ればよかったか。いいよ、お店はだってやっぱり海岸だもん。海岸でしょ。ここも入れたんだ。おうおう、東大でここで U ターンするとこだった。ここだ。おうおう、いいじゃんいいじゃん。なんかどっか食べるとこあるのかい。観光120台だよ。なんかあんのかな。ああ、そっか、ここ駐車場ばっかなんだよ。天の店だって、天だってよ。サザエ、イリコ、イチャブシイカだとか食えんのか。でもさっきのも行ってみたいな。ここで撮影やったんだ、木村拓哉のヒーロー。いいとこ来てんな、あいつら。クソなのよ。いいとこばっか来てるわね。
食事とか夢岬なんか。綺麗だね。海浜門じゃん。海鮮門があって。ここもいっぱいあんな。なあ。あそこ行ってみてよ。うん、なんかあったら。あ、ここ曲がるのか。ここ曲がるの忘れてまっすぐ行っちゃったよ。でも曲がったおかげであそこ行けたから残ったでしょ。うん、ニアミスだよ、ニアミス。あそこの海鮮物もなんか美味しそう。でもここでもいいけど。あ、ここじゃねえか。もうちょっと先ね。見て、メニュー見てさ。そうだね。角島自然国。角島まで来ちゃった。いや、ほんと無理かなと思ったけど、来れたね。うん。やっぱ来ろうと思えば来れんだね。うん。そのために我慢ずっとしてたの。我慢が爆発したよ。あったよ、さっきの角島、あのあれ、木村拓哉の看板の上とか、こんなハートのやつがあった。あ、そうか、お金があった。お前見てないかな。ここ焼き物食えるのか。さて、ちょっと見てこい。焼き物があったなら食べる、なかったらちょうど。ふわっとして美味しいんだな、うん、でももう腹いっぺいなんだけど。腹いっぺいだよ。であとは角島の上行ってちょっと写真撮らなきゃ。いやいいとこ来たよ。山口の端だぜ、端。日本の尾っぽの端だぜ、日本の。九州を除いて来ちまったぜ。取れるもんだな、来ようと思えば。いやー、1ヶ月もあれでいいな、俺。定年しちゃおうか。定年して退職金がいっぱいもらえないか。もらえないか。テルン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 。いやー、いいな、最高だな。角島もう一回取るかな。お客さんいなくなってきた、うん、だんだん曇ってさ。2人はいつものように回転ショップでカラオケスタート。
夜だったよ。ちょっと暗くなってきた、ね、うん、暗くなってきた、ね、ブルーだな。ね。